アンブローズ・ダッドリー・マンアンブローズ・ダッドリー・マンはアメリカ合衆国の政治家、外交官。初代アメリカ合衆国国務次官法及びアメリカ連合国弁務官を務めた。1801年4月26日、マンはバージニア州ハノーバーコートハウスで生まれた。マンは陸軍士官学校で学んだが卒業前に退学した。1842年、マンは ブレーメンで合衆国領事となり、通商条約の締結交渉を任された。マンは1845年の退任まで、ハノーファー、オルデンブルク、メクレンブルクと通常条約を締結した。合衆国は、その後1847年までに、プロイセンを除くドイツ全州と通商条約を締結した。マンは1849年に中ハンガリーの合衆国弁務官となり、 1850年には、互恵条約の締結交渉のため中スイスの合衆国講使を務めた。マンは、その後合衆国へ帰国し、1853年3月23日から1855年5月8日まで、初代国務次官補を務めた。南北戦争が勃発すると、マンは連合国側を支持した。マンは、南部諸州の農業生産物から得られる利益を、 拡大することに専念した。1861年3月16日、連合国のジェファーソン・デイビス大統領とロバート・トゥームズ国務長官は、マンをウィリアム・ラウンズ・ヤンシー、ピエール・アドルフ・ロストと共に中ヨーロッパの連合国弁務官に任命した。3人は1861年3月31日にヨーロッパへ向けて出国した。その後、ヤンシーとロストは、 弁務官の職をジョン・スライデルとジェームズ・マレー・メイソンと交代した。マンは晩年をフランスで過ごした。マンはパリのアパートとシャンティーの別荘を拠点とし、1888年に改装録を公表した。そして1889年11月、マンはフランスにおいて死去し、パリ市内に埋葬された。ありがとうございます。